皆さんこんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今日はスターバックスから秋の新商品が出ていましたので購入してきました。早速購入してきた商品のご紹介をしたいと思います。まず最初がこちら、メイン商品ですね。焼き芋香ばしカラメルフラペチーノです。これの説明が意外と長い説明があったんですけれど、その説明を読んでから飲むとより美味しさを感じるだろうなと思ったのでちょっと読んでみますね。こちらですね、焼き芋香ばしカラメルフラペチーノはスターバックスの秋の風物詩、焼き芋にほろ苦く濃密な味わいのカラメルソースを合わせたコク深いフラペチーノです。上にもね、なんかいろいろ乗ってるんですよね。大きめのカットでブレンドすることでフラペチーノ自体が少しねっとりとした質感になり、旬の食材が運ぶ秋の訪れを味わいます。なんか見た目にもね、ねとっとしたような感じには見えるんですよね。そして焼き芋と重なり合うのはほろ苦い奥深い甘みが特徴のカラメルソース。この上に乗ってるやつですかね、ボディ部分とホイップクリームの上に艶やかな褐色のソースをまとわせ、この上ね、見た目からも移ろいゆく季節の秋の深まりを感じさせます。さらにカリッとした食感とバニラなどの高い甘さの特徴のフランスの伝統菓子カヌレにインスピレーション。カヌレだって、カヌレも入ってるの。カヌレは隠し味だって。焼き芋とカラメルソースにバニラやラムを思わせるリッチな風味を加えて、アクセントとしてカヌレのカリッとした生地をイメージしたチップを塩味の芋けんぴとともにボディに混ぜ合わせました。すごく長いよね。でもそれを聞いたらすごくね、美味しさ倍増って感じがしませんか。ちょっと上もね、なんかいろいろこう乗ってる。スターバックスから家に帰ってくるまで10分ぐらいあったので、ちょっと生クリームね、本当はもっと持ったりしてたんですけど、さあ、なんか上の方もこうなんかもったりした感じ、下まで刺してみます。あ、芋の味がする。芋の味がするけど、ちょっとなんかね、芋というよりなんかケーキの、ま、うん、お芋のケーキ、お芋のケーキなんて言うんだろう、ケーキ感がある。なんか去年までのはすごい芋っていう感じだったんだけど、ちょっと上品な味と、あのフラペチーノだけじゃなくてケーキをなんかね溶かしてケーキを飲んでる感じ、すごくリッチな感じのフラペチーノ、めちゃ美味しい。これだけでもなんかすごいね、お腹いっぱいになりそう。焼き芋とはちょっとね、上の方と味が変わっていて、芋けんぴの味もする。カヌレはどうなの？カヌレがケーキっぽい感じに感じるのですかね。栗とほうじ茶のモンブラン。中をカットしてみます。あ、すごく柔らかい。ものすごく柔らかいけれど、一番下のところがザクッとした感覚がある。中を切るとこんな感じで、下の方がザクザク食感のほうじ茶のクランブル生地があって、その上にほうじ茶ムース、それからクリーム、それとマロンクリームが乗っかってる感じです。すごく柔らかいです。ほうじ茶のクランブル生地、すごく歯ごたえがある。下のブツブツのところが歯ごたえがあって、で口の中に入れた瞬間にね、栗とお茶といろんな味、いろんな味というか2種類の味、栗の味もする、お茶の味もする、生クリームの甘い感じもある。すごくね、あっさりとした感じです。甘いのは甘いんですけれど、ちょっと抑えられた味、大人から子供さんまで人気のモンブランなのでね、誰でも人を選べずに買って持っていける感じ。うん、おいしい。モンブランだけよりもほうじ茶が入ってる方がなんか好きかも。とっても美味しい。こちらがスイートポテト&バニラシフォンケーキです。すごい柔らかくて軽い感じです。もう見た目とか切り口は一緒ですよね。こんな感じです。ふわふわのシフォンケーキの上にスイートポテトクリームをデコレーションして、上にマロンクリームが乗ってるみたいです。持ってても軽々ふわふわな感じです。すごくね、生地がふわふわしてます。この
スポンジはふわふわ、スポンジはふわふわで、この上のクリーム、スイートポテトのクリーム、これも甘くて美味しい。これとこのシフォンケーキがちょうど合うように作られているような感じで、ふわふわとちょっとなんかクリーム系と一緒になってちょうどいい感じです。あまりふわふわだけだとね、物足りない感じがするんですけれど、しっかり上にスイートポテト、このクリームが乗っているので重量感があって、これも美味しいです。これもコーヒーにも日本茶にも両方合うと思います。こちらはパンプキンスコーンですね。かぼちゃの色、ざっくりした、なんかしっとりした感じです。なんかこんな感じです。これはパンプキンフレーバーが入っていて、角切りパンプキン入りの生地の中にパンプキンペーストをトッピングして、じっくりと焼き上げたほんのり香るシナモンが味の決め手らしいです。ちょっとレーズンが中に入ってるのかな、あ、レーズンじゃない、かぼちゃの角切りですね。ここの中に入ってるの、このパンプキンスコーンのこのこれこれこれこの中に入って、あの黒っぽいのレーズンかと思ったんですけど、レーズンじゃなくってかぼちゃ、角切りにしたそのもののかぼちゃが入ってるので、かぼちゃの甘みがあって美味しいし、ちょっとねなんか口に入れた時にシナモンの香りがスッとするので、シナモンが嫌いな人は無理かもしれないです。なんかパンプキンとシナモンって合うのかなと思ったんですけど、意外と合います。美味しい、かぼちゃの甘みがすごくする感じ。朝時間ない時なんかね、これとコーヒーと飲んで出かけると結構これお腹いっぱいになると思います。こちらがスイートポテトデニッシュですね。中はどうかな、あ、ザックザック言ってます。デニッシュの上にスイートポテトが乗ってる感じです。中身こんな感じです。ちょうど半々ぐらいですね、デニッシュとクリームが。形がね四角くて面白いですよね、デニッシュ。ちょうど半分ずつぐらい、デニッシュと上のスイートポテトが半分ずつぐらいなってます。すごく甘い、もうポテトが乗ってる感じ、デニッシュの上にスイートポテト、なんか芋をペーストしたのが乗ってる感じです。お芋の甘さがすごく効いてて美味しい。これもなんかね、朝ごはんの代わりとかおやつにもすごくいけそうです。形が可愛いので半分ずつ切ってお友達と半分こしてもいいかもです。しっかり噛み応えがあって美味しいので、お腹にもしっかりたまると思います。キノコクリームのチキン&モッツァレラ石窯フィラオーネです。中にキノコがねたっぷり入ってます。キノコとチキンですね、チキンとキノコが入っていて、モッツァレラチーズが上に乗っているので、これはしっかり焼いて食べた方がいいですね。このままじゃちょっと食べれない感じかな。ちょっと焼いてみます。はい、モッツァレラフィローネ焼いてきました。このチーズもすごくとろーりとろけて美味しそう。はみ出してきてる、チーズがとろりとろけてはみ出してきて、熱々かな。パンはハード系で、中身の鶏肉とキノコ、キノコがなんていうんだ、グラタンに入ってるような感じのキノコかな。柔らかくてジューシーで美味しい。お肉のところもすごく美味しいので、これお食事パンとしていいと思います。おやつとかじゃなくて、小腹が空いた時でとかでもなくて、がっつりご飯を食べたい時にはこっちの方が向くと思います。すごく美味しい。これこのお肉とキノコとチーズがめっちゃ合うし、このハード系のパンが好き。うん、美味しい。でこれにもこの焼き芋、香ばしカラメルフラペチーノ、これにも合うと思います。合う。この、サンドイッチとこれと食べたらもう多分お腹いっぱいしっかりね、お昼にこれ食べたら午後からもしっかりお仕事頑張れるって感じ。これもやっぱりね、なんかちょっと高級感のあるフラペチーノです。スターバックスのはお値段もいいけれど、ハズレがないのでね、どれを買っても安心というところはあります。今回のも全部美味しかった。これが一番美味しかったかな。はい、いかがでしたでしょうか。今回の購入品は以上となります。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。